こんにちは、みずきです。今回はバッグの中身の最新版をご紹介していこうと思います。はい、ということで久々のバッグの中身紹介なんですけど、最近ね、一番使うバッグをちょっと小さめのものに変えたので、それなりに持ち歩くものとかもちょっとね変わったので紹介していこうかなと思います。はい、今使ってるバッグがこちらです。ジミーチューのこんな感じのミニバッグですね。こんな感じで手のひらサイズなんですけど、結構横幅があるので容量的にはなかなか入ります。こんな感じで手持ちもできるし、こういう風に肩掛けでも使えます。で、これ開けるところがファスナータイプになってるからすごい使いやすいです。はい、で中身こんな感じで結構ぎっちり入ってます。私結構心配性で荷物をね多めに持ち歩くタイプです。で、まず一つ目、フランフランで買ったすごい安めのハンカチです。なんかね、ここが可愛くて色違いで何色か買いました。そして携帯ケースはねずっと変わってないです。で、財布、こちらはフェンディのものなんですけど、今年に入ってこのミニ財布を新しく買いました。外は黄色なんですけど、開けるとこんな感じのベージュカラーです。やっぱりこういう小さめのバッグの時はミニ財布の方が場所を取らないのでこれを使ってます。そして鍵、キーケースは確か前回も紹介してると思うんですけど、これもジミーチューのものです。バッグとお揃いの星のスタッツ。そして次、こちらのキャンメイクから出てるメイクミーハッピーフレグランスミスト2番です。これはとにかく私香りが好きで、ピンクグレープフルーツの香りです。最近香水あまり使ってなくてこれをよく使ってます。柑橘系のすっきりした香りなので今の時期にすごくいいです。そしてサングラス、持ってるサングラスの中で一番形が好きなのでこれを最近よく使ってます。はい、そしてこのポーチなんですけど、これはお薬ポーチです。これにサプリとか目薬とか漢方だったり腹痛頭痛薬、あとはカロリミットも入れてます。あとはこのネイルオイル、日焼け止め、ロート製薬のサンプレイスーパークール D の日焼け止めです。結構ちっこいのでこれを入れてます。そしてこちらの虫刺され用のバームです。こんな感じの繰り出し式のものなんですけど、これ最近新しく買いました。アイハーブで結構売れてたので気になって買ってみたんですけど、何の香りだろう。これもなんか若干柑橘系の香りはするんですけど、全然嫌な香りじゃないので、蚊とかね虫に刺された時用で持ち歩いてます。これはね刺された後に使うものなんですけど、これの虫除けバージョンもあったのでそれも買ってみました。そっちの方は普段持ち歩くというよりはバーベキューとかアウトドアの時に持っていこうかなと思ってます。まあ一応お薬ポーチではあるんですけど、なんかねいろいろこういったコザコザしたものも入れてます。そしてメイク直し用のコスメがこのエレガンスのパウダーです。だいたいこういった鏡付きのパウダーを持ち歩きます。そしてこちらエテュセのオイルブロックベースとキャンメイクのクリームチークティント05番、リトルレディルクスのオールインワンルージュ03番コーラルレッドを持ち歩いてます。これはこんな感じのカラーで今もつけてるリップです。リップはだいたいティント系を持ち歩くことが多いです。で、チークもティント系、その日のメイクでパウダー系のチークを使っても私はこれを持っていきます。これだと簡単にこう手でポンポンポンとチークが入れ直せるので、だいたい持ち歩くものはこのチークです。まあティント系のリップが多いとは言ったんですけど、全然ティントじゃない時もあります。まあその日の気分で決めてます。で、さっきの化粧直しのコスメたちはこのミニポケットのところに入れてます。はい、という感じで今回はバッグの中身の最新版をご紹介していきました。出かける時はだいたいこんな感じです。このショルダータイプのバッグがとにかく使いやすくて、何にでも合うこの黒のバッグをよく使ってます。で、あとは夏ということでバーベキューだったりアウトドア系の時のバッグの中身というか必需品とかも紹介したいなと思っているので、それも楽しみにしていてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では